こんにちは、ちえです。今回はポケモンカードを使ってシャドーボックスを作ります。今回使用するのがポケモンカード、同じやつ複数枚とクッション性のあるタイプの両面テープ、木工用ボンド、デザインナイフ、こういう先端が丸くなってるなんか押すやつ、金属の定規があった方がいいらしいんですけど、持ってなくてプラスチックの定規かノギス、使いやすい方を使ってみたいと思います。まず1枚目、一番下のレイヤーになるものは特に何もしないのでこのまま置いておいて、下から2番目のレイヤーは一番奥、背景になる部分を切り抜いていきます。刃をね、新しいのに変えてみます。別にキレが悪いってわけじゃないんですけど、やっぱり新しい方がよく切れそうだし、刃変えたらね、全然切りやすくなりました。やっとこさ、ここが切り抜けました。というわけでこんな感じで背景のところをだいたい切り取りました。次のレイヤーで奥に来るのがこの体のパーツの部分ですね。ここはもう今回切り取っていきます。ここの白いところはこれ背びれだと思うんで、ここも切り取ります。4枚目のレイヤーは顔とこの前の方に出てる手だけを残して切り取っていきます。縁はどうしようかな、このすごい平らになってるのでちょっと切ってみます。今4枚目のレイヤーをカットしてる途中なんですけど、4枚目を始めたあたりから手が震え出して、多分ね、力を入れて切りすぎたので手が疲れちゃったんだと思うんですけど、続きは明日していきます。やばくないですか、この手の震えが。厚み出してないんで結構分かりにくいと思うんですけど、今こんな感じです。手が治ったので続きを切っていきます。こちら5枚目です。こちらの余りみたいな感じのパーツから目の部分を切り出しました。目をこの丸い棒で後ろからこう押して立体感を持たせたいなと思って、そしたらこのね、髪の断面に色を塗っていきます。眼球の部分をレジンで若干ぷっくりさせてみます。本当に若干だけにしようと思ってるんですけど、うまくできるか。見えるかな、こんな感じで目を作りました。こうやって見た時に手ね、手は一番手前、この枠よりも前に来てて、あとここもね、枠よりも前に来てるんですよね。なのでちょっとこの辺も切り出していくんですけど、カードが5枚しかないので、この下の方のカードね、どうせ隠れちゃうところっていうのを切り抜いていきたいと思います。これも塗っていきます。ではこれも縁を塗っていきます。具の方のやつは黒でいいかなと思うんですよね。
ペンは貼り付けていくんですけど、これ多分画面越しだと見えないと思うんですけど、ここに尻尾のパーツと岩のパーツがあります。木工用ボンドで付けていきます。そしたら今この3枚は表面にパーツをボンドで貼りました。今度はここにこの厚みのあるタイプの両面テープを貼ります。じゃあこの両面テープ剥がしてくっつけていきます。ここでちょっと浮かせるために接着剤を乗せます。一発でいい感じの位置に乗せれるといいんですけど、なかなかそううまくいかないと思うので、これで浮かしていきます。で、ぴったりかな。ではこれで固まるのを待ちます。はい、というわけでコライドンのシャドーボックスが完成しました。今回コライドンをチョイスしたのは、私がスカーレットバイオレットではスカーレットの方を購入してコライドンに愛着があったからなんですけど、コライドンのエフェクトを見るとコライドンが好きになっている人多いと思います。で、今回初めてシャドーボックスっていう形にしてみたんですけど、実際にしてみると結構難しくて、まず一番はね、こういう一番表面の層にあるキラキラのエフェクトっていうんですかね、こういうエフェクト系は下の方のレイヤーにおいてはカットしちゃってよかったなって思いました。これがあることによって、こうやって斜めにした時に下の方の構造が見えなかったりっていうのがあるので、エフェクト系っていうのは本当に一番前のレイヤーにだけ残すっていう感じの方が良かったかなっていう感じがしました。それから作る時に結構ね、奥行き考えてはいたんですけど、斜めに配置されてるのでここは奥でっていうのが実際に組み立ててから気づくっていうことが結構あったので、実際にこの中で斜めな感じにしちゃった方が良さそうだなっていうところも結構ありました。あともう一個ね、こちらのコライドに関して言えば、この手の部分は一番前のレイヤーに接着剤で貼り付けたっていうだけだったんですけど、そんなに突出感が出なくて、やっぱりね、こういう細かいところもちゃんとこの両面テープのクッション性のあるものでちゃんと前に出した方がいいんだなっていうことも分かりました。で、今回してみてよかったなって思ったのはこの目の部分ですね。目の部分は光で固まるタイプのレジンで覆ったんですけど、球状になることによって光が集まりやすくなって、目の部分だけキラキラ感が強く出てくれたので、今後他のもので作る時も目の部分は絶対にレジンで覆った方が良さそうだと思いました。っていう感じの反省を生かして、またシャドーボックスは作ってみたいと思います。というわけで本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。